皆さんこんにちは、マネルリュービーです。では今回は提督の決断法パブギット PC 版ドイツ軍潜水艦縛りプレイ続きをやっていきたいと思います。使える艦首を潜水艦に絞って攻略を進めていくという鬼畜難易度で、プレイを頑張らせていただいていますが、前回はですねイギリスの本拠地ドーバー海峡に続いてスペイン沖に進出することができました。今回はまず地中海にいるイタリア海軍を、救出したいと思いますので、さらにその先アフリカとスペインのちょうど海峡になっているジブラルタル海峡の攻略を行っていきたいと思います。スパイレベルがですね、実は残念ながら十分に進んでいないという状態ではあるんですけども、ここは時間が惜しいので今回ですね多少強引にはなると思うんですが、スペイン沖から艦隊を出していきたいと思います。投入する艦隊ですが、第一艦隊、これは潜水艦隊だけですね。さらに第二艦隊、これも潜水艦のみです。そしてさらに第六艦隊、ここはですね揚陸艦を7隻投入できますので、今回まずジブラルタル海峡にあると思われる3つの飛行場のうち1つの破壊を完全にこなしたいというふうに思っています。では早速戦闘の方に入っていきましょう。おっと、ちょっと第2艦隊投入するの忘れちゃいましたね。ちょっと時間戻してきます。ではちゃんとね、3個艦隊投入するように変えてきましたので、これで進んでいきたいと思います。今回はまず一つ目の飛行場の破壊を最優先していきますので、その中でですね、敵の艦隊が現れるようであればその艦隊も倒していくということで進んでいきます。揚陸艦はライトを点灯して、まず敵の飛行場を早期に発見、そのまま破壊します。では時間を進めていきましょう。今回は日没ですね、夜に出撃するような形にしてますので、敵の航空戦力は考える必要がないですね。できればここも無傷に近い形で取りたいなという場所にはなっているので、うまく立ち振る舞っていかなきゃいけないんですが、早速敵の飛行場から攻撃を受けてますね。この敵の飛行場からの攻撃で揚陸艦が沈むというのは絶対に避けたいですよね。まずは敵の基地発見からですね。本来だったらちゃんとスパイを送って敵の基地を完全に確認した状態で出撃すると、この索敵っていう行為が必要なくなるのですごくいいんですけど、今回はね、残念ながらスパイレベルが十分に上がっていなかったというのがあるので、この敵の基地を発見するっていうのをまず行ってから陸戦隊を送り込むっていうね、そういう2ステップの戦いになってます。では、上陸の指示を出していきます。さあ、陸戦隊が出ましたね。陸戦隊が出たら、出たものから撤退をしてもらいましょう。全部から陸戦隊出ましたので、7個の陸戦隊を出したという形になりますね。本当に3個の陸戦隊で、基地の制圧ができる時もあれば、残念ながら、6、7と送り込んでも制圧できない時もあるんですけども、今回は無事に制圧は完了しました。さあ敵の艦隊発見してますね。夜のうちはちょっと敵の艦隊発見しても多少厳しいところはあるんですけども、見つけたからには攻撃を開始していきましょう。第二艦隊の方はもう委任に変えちゃいます。第一艦隊の操作に集中します。
どうしても潜水艦のね、この索敵範囲というのが夜になると如実に少なくはなってくるので、もう当たりをつけて撃っていくしかない部分もありますね。この辺だろうっていうのでね、ある程度見切りで魚雷を撃っていって、潜水艦の天敵になる駆逐艦をね、優先的に仕留めていくということも行っていきましょう。今回敵の戦力事前に確認できていなかったんですけども、戦艦と空母入ってますね。敵の大型艦を中心に先に狙っていくのか、それとも駆逐艦のね、方を先に沈めていくのかっていうのはもう決めの問題になるんですけど、今回はね、そもそも敵が夜でどれくらいの戦力を有しているかというのも分かりませんので、見切りで撃っていきます。魚雷を撃ち尽くしたものから撤退に入ります。クイーンエリザベス撃沈してます。はい、味方の方の損害はゼロですね。大破、中破したものがそれぞれ潜水艦と揚陸艦から出てますが、敵の方は戦艦2隻撃沈、さらに正規空母1隻撃沈してます。飛行場も1つ破壊。次のターンで完全にジブラルタル海峡を取りたいですよね。ここは投入していきましょう。でスペイン沖に関しては攻略成功してますので、お金ボーナス1万9000もらってます。まあ、徐々にね、お金もそうですし、鉄もアルミも不足を始めているので、こういうところでもらえるボーナスは、本当に嬉しいですね。では、ジブラルタル海峡を次の攻略目標に据えて、早速、部隊を送り込んでいきましょう。ジブラルタル海峡、残念ながらスパイ捕まってますので、まあ、一応スパイをね、周辺海域には展開しておきましょう。物資援助に関しては帝国の方に5000鉄を出します。技術開発は薄めに500ずつオールで振り込んでいきます。兵器の開発ですけれども、小型ディーゼル機関の1、これ開発できるようになりましたので開発します。これで潜水艦の動力が上がりますので、必然的に魚雷の数が増やせますので、魚雷不足、弾不足という悩みがね、解消できればいいのかなと思います。とはいえ当分の間はまだその小型ディーゼル機関を開発するというフェーズなので、既存の潜水艦増やしておきます。でスペインの方はジブラルタル海峡の方は3つある飛行場のうち1つはですね、先ほどご覧いただいた通り制圧完了してますので、このターンで残り2つのですね、飛行場、これの制圧、あと敵の艦隊がいるようであれば、この敵の艦隊もね、叩いておこうというふうに思いますので、操作はそのようにしていきたいと思います。これもう、帝国絶望的に資源がないですよね。全部ゼロに近い状態になってるんで、ちょっと心配だなぁ。もうちょっと頑張ってね、張り切っていろいろ動いて回ってもらいたいなというふうには思うんですけどね。ではジブラルタル海峡に侵入します。今回揚陸艦、全部で16隻用意してきました。まず潜水艦の方は海峡に向かいます。敵の艦隊はいないという想定、あるいはいたとしても海峡付近に逃げ込んでいるという想定で、揚陸艦はもう何も考えずに敵の飛行場近くまでガスガス侵入していっちゃいましょう。前回の戦いの中でね、敵の飛行場の場所は確認してありますし、何よりももう僕自身どこに何の飛行場があるかというのは完全に把握をしてしまっている部分はあるので、面白みはないかなと思うんですけど、それでも発見済みという状態じゃないと揚陸艦から陸戦隊を送り込めませんのでね、そこは抜かりなく進んでいきたいと思います。
ライトはもう点灯しちゃいます。了解。さあ、敵艦発見してますね。敵の揚陸艦です。敵の揚陸艦がいるということは近くに敵の艦隊もいるというふうに見て良さそうですね。ちょっとこっちの揚陸艦部隊は一時この場で停止します。ライトも消灯しましょう。味方の潜水艦隊がその進路をきっちり確保するまでの間はね、安全を守りましょう。では改めて近づいてきたところでですね、敵の艦隊がいるので急いで離脱します。ここで、やっぱりね、消耗するのは得策ではないので、先に敵の艦隊を叩きます。第2艦隊の方は移任してしまって、第1艦隊の方に操作を集中します。ここで被害を出すわけにはいかないですからね。今殺到しているような状態なので、潜水艦がね、これでここを一気に壊滅させて、再び揚陸艦で突入を試みます。まあ、ある意味団子にはなってくれてる状態なので、戦艦を含めた敵の艦隊をね、撃滅するにはすごく有効ですね。このまま彼らを沈めていきましょう。揚陸艦南側、マップの下側に向かっている部隊は順調に航行を続けてます。今のところ敵の艦隊に遭遇している様子もないですね。順調に撃沈してます。敵、これは大型艦ですね。従順とかなので射程が長いんで、なかなか揚陸艦が敵の艦隊の射程外に出れないというのがあって、地道に削られている状況ですけど、このままなんとかね、倒しきっちゃいます。では敵の基地発見の状態になりましたので、まずはね、海峡のまさにスペイン側にある、そこに陸戦隊を送り込んでいきたいと思います。南側に進行している揚陸艦部隊もね、敵基地近くまで忍び寄ってきてますので、ここで敵の基地を発見次第ですね、陸戦隊を送り込んでいきたいと思います。では南側も敵基地発見しましたので、陸戦隊を送り込んでいきます。ちょっと夜明けになってきている状態なので、敵のね、基地から少なからず航空隊が出てくる危険性はありますが、強行します。まずは上の方ですね。陸戦隊が4つ出てますね。下の方も陸戦隊4つ出ました。陸戦隊出したものから撤退していきます。どうだろう、ちょっと苦戦してそうな感じですね、陸戦隊はね。陸戦隊が出たら撤退します。いや、ほんと陸戦隊積んだ揚陸艦は脆いですからね。本当だったらね、お金500、鉄500とかかってしまうので、撃沈されないようにね、一つでも多く逃げおせてほしいなというふうには思うんですけどね。さあ、上の方ですけども、陸戦隊全滅してますね。4つ陸戦隊送りましたけども、これ全部全滅してます。残り3つ、からもですね、陸戦隊出ましたので、残り3つに期待しましょう。
マップの下側に関しては、陸戦隊全部投入して攻略できそうですね。上の方は残念ながら今回陸戦隊は全滅してしまいましたので、もう1ターンかかりそうですね。残念ですけど次のターンに持ち越しします。はい、今回は残念ながら揚陸艦全部で、5隻失ってしまいました。まだ敵の飛行場一つ残ってますし、おそらくジブラルタル海峡、前回破壊したものに関しては回復していると思いますので、2つの飛行場残っていると思います。波状攻撃仕掛けていきましょう。はい、ジブラルタル海峡なんとか取れましたね。まあ苦戦重ねましたが、揚陸艦一隻の喪失で済みました。やっぱりこの揚陸艦から出る陸戦隊がね、どれだけ敵を削ってくれるかっていうのはもう完全に未知な部分があるので、まあ、うまくいく場合いかない場合あると思うんですけども、まあ、今回はねうまくいってよかったと思います。ではジブラルタル海峡の制圧完了しましたので、続きの目標ですね、まずはですね、イタリア近海、ここに展開しているイタリア海軍ですね、これを解体したいと思います。今回潜水艦しか使わないという中でプレイをしてたんですけども、本拠地じゃないところで廃棄することができなかったので、このイタリア海軍をですね、一度ドーバー海峡を渡りバルト海に入り、ドイツ本国で解体したいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。